スさんでございますね。心の準備はいかがでしょうか。もうすでに見えてますけども。ということで、まずね、愛のニュージーランドね。まあ、ニュージーランド生活いいですよね。本当に。行ってみたい。ニュージーランド行ったことない。オーストラリアは行ったことないですけど、ニュージーランド行ったことないんで、行って人も行ってみたいと思ってる今日この頃、マスガミ流法です。ということでね、まず愛のニュージーランド、愛っていう言葉ね、アーは三角、イーは二角でね、五角で複数音って、これ大奇数なんですよ。愛は大奇数なんですよね。こうからひらがなの愛はね、大奇数なんですよ。みんなに祝福されながら、幸せを願ってもらいながら長生きできるという、とても素晴らしいね、数字でございます。ただ、総角見ると、総角40角大挙出。大挙出。いやー、ちゃったねー。これね、ハラン運って言います。ハラン運ね。ハラン運。ハラン運。波が乱れる運と書いて、ハラン運と言います。非常にね、波が激しいね。非常にね、頭が良くてね、起点も効いてね、こう、何でも器用にこなすんですけども、実際ね、大成功するか、思わぬ災いに巻き込まれるというね、不良の事故に巻き込まれてるですね、その強運をね、兼ね備えてるっていう数字なんです。これ非常に残念です。当然、だから波が出てくるので、自分の知力でグイグイ行っても何かでバーンみたいな、自分で頑張る、ガーン、バーンみたいな、頑張る力ある。もったいない画数でございます。ということでね、はい、これで終わりたいと思います。いやいや、終わっちゃいけない。終わっちゃいけないんだよ。ここで、ここからね、ここからまさがみちゃんがどうするかってアドバイスしないとね、ダメでございますよ。本当に。ということでね、簡単な話ですね。もうドットつけましょう。出た、ドット。ドットつけることによって、どうなるかと、41角。41角、大吉数ね。実力運って言います。つまり、あなたの、その起点や力、パワー、能力が最大限に発揮されるんですよ。しかも、邪魔が入らない。邪魔が入らなくなる。だから40個ドットつけるだけで、なんと大変身。ねえ、そういう画数になりますよ。どうでしょうか。母さん。もうこれドットつけてもこうしてもね、ワイワイで服従なんで、これね。ですよ、本当に。ということでね、いかがだったでしょうか。このようにですね、まあ、あと、そう、愛のニュージーランドの生活さんのね、リンクの方はね、下の方に貼っとくんでね、ぜひともまた見てくださいね、本当に。ニュージーランド行きたい。ということで、このようにですね、僕も私を見ていただきたいっていう方はね、もう、チャンネル持ってる方だけでなくてね、視聴者さんでも全然問題ないです。はい。まあ、あの人見てほしいっていうのもありです。ただちょっと個人名はちょっとね、個人情報なのでダメなんですけども、まあ、ハンドネームとかね、チャンネル名なら OK ということでやらせていただいておりますね。という感じでございますけどもね、遠慮なくね、下のね、コメント欄に見てって書いたらもう、このようにね、どんどんアップしていくので、時間をとって、おーっと頑張るんでね。まだまだ頑張りますよ、まさがみ。ということで、いかがだったでしょうか。まさがみ両方のハンドネーム裏のコーナーでした。それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさがみ流法でした。